はい、皆さんこんにちは。リアルスタイルフィットネスクラブパーソナルトレーナーの奥田です。今回ですね、バランスボールを使った、レッスンの、上級者編チャレンジしていきたいと思います。で、今までは初級編と中級者編、行ってきたんですけれども、今回からですね、バランスボールの上ではなくてバランスボールを使った筋トレも入ってきますので、ぜひともチャレンジしていきましょう。ではいきます。ではまずはバランスボールに乗る練習からしていきましょう。足幅は肩幅程度に開いていただいて、お腹に力を入れて背筋を伸ばします。はい、ではまずはですね、1種目目はウォームアップになります。バランスボールの上で跳ねるように動いていきましょう。手はバランスボールにつけていただいて大丈夫です。まずはしっかり、跳ねることを意識して体を温める動きになってきます。で、今回は上級者編なので、この後から筋トレが入っていきますので、しっかり体を温めていきましょう。はい、 OK です。ではバランスボールから降りていただいたら、バランスボールを持ちます。足幅は肩幅より少し広く立っていただいて、つま先を開きます。バランスボールは体の前です。このままワイドスクワットを行っていきます。膝はつま先の方向に向けていきましょう。バランスボールはそれと同時に頭の上に持ち上げていきます。膝をしっかり外に広げることによって、内ももの筋肉も使いやすくなりますので、しっかりと膝を外に向けます。股関節を折るようにワイドスクワットを行っていきましょう。さあ、お腹をしっかり締めて、あと少しです。はい、 OK です。では少し休憩を入れたら、次はバランスボールを使ったヒップリフトになっていきます。足をバランスボールの上に乗せていただいてセットしましょう。この状態でヒップリフトの状態から足を巻き込んで行っていきます。レッグカールです。ももの裏をしっかり使っていきます。かかとからバランスボールを引き寄せて、足はバランスボールの上にしっかり置いてください。巻き込んだ時は足の裏がバランスボールにつくイメージになります。さあ、あと少し、OK です。では4種目目も、仰向けの状態から起き上がっていただいて、次は脇腹を使う種目になります。正面を向いていただいたら、バランスボールを前で持ちます。そのまま体を振っていきましょう。バランスボールが地面に触れるところまで体を振りながら回していきます。目線はバランスボールを追うようなイメージで行っていきましょう。体はやや後ろに倒した状態をキープします。こうすることによってさらに負荷を上げることができます。可能な方は少し体を後ろの方に引いた状態で回していきましょう。はい、 OK です。では前半戦最後の種目になります。この種目が上級者編で一番強度が高い種目になりますので、頑張っていきましょう。バランスボールを持ったら手を伸ばします。このまま足と手でバランスボールを渡し合うようなイメージで腹筋運動をしていきます。ターゲットはお腹の中心部分、縦のラインです。足と手で
バランスボールを移し替えるようなイメージで、呼吸は体を折るときにしっかり吐いてみてください。さあこの動き40秒はかなり強度が高いので、皆さんチャレンジしていきましょう。はい、 OK です。はい、ではこれで前半戦が終了になります。さあここからが後半戦になります。後半戦はですね、前半戦の動きを反対回りで行っていきます。なのでもう一度クランチからスタートです。バランスボールと手を使いながら、足もしっかり使って行っていきましょう。体を折って呼吸は吐きながら、もちろんきつい方はバランスボール置いて少し休憩していただいても OK です。いける方はそのまま動きを続けて、腰が浮かないようにしっかりと腰を沈めた状態をキープしましょう。さあ強い体幹部をイメージして、はい OK です。はい、では少し休憩しましょう。さあ思い出してください。次は、お腹のサイドのトレーニングになります。いや暑いです。上中斜辺はかなり強度が上がっていますので、皆さん、自分の体力レベルに合わせてやっていきましょう。 OK、 ではサイドしっかりとバランスボールを振っていきます。ウエストからしっかりと体をひねるようなイメージで、呼吸は吐きながらテンポに合わせて吐いて吐いて、あと少し、はい OK です。 OK、 はい、では、次はですねレッグカールの動きになります。バランスボールの上に足を置いてください。そのままお向け、このままお尻を浮かした状態でももの裏を使っていきます。さあ可能な方はお尻ができるだけ落ちないように、その高さをキープしたまま行っていきましょう。体は一直線にした状態でももの裏を使っていきます。足がボールから滑ってきたら乗せ直していただいて大丈夫です。ご自身のペースで全力で行っていきましょう。あと少し、はい OK です。はい、ではあと2種目になります。皆さん頑張っていきましょう。立ち上がったらスクワットの体勢になります。足幅は肩幅よりも広く、はい、では、ワイドスクワットになります。思い出していきながら、膝はつま先の方向です。少し外に向けるようなイメージで行っていきましょう。バランスボールをしっかりと頭の上に持ち上げるイメージで行っていきます。内ももも使ってあげるとバランスが良くなります。はい OK です。はい、ではラストは、ウォームアップの動きに戻っていきます。さあ皆さんあと1種目頑張っていきましょう。はい、では手はバランスボールに触れていただいてジャンプしていきます。さあこれが最後の動きになります。皆さんしっかりジャンプしながら心拍数上げていってください。これが上級者編ラストの種目になります。
しっかり跳ねて、さあ10分間あと少しです。やりきっていきましょう。背筋を伸ばしてお腹を締めて正しい姿勢でしっかりジャンプしていきます。はい、 OK、 お疲れ様でした。以上で上級者編終了になります。はい、皆さんお疲れ様でした。上級者編どうでしたか？だいぶ強度が上がったかなと思います。でこの他にも、バランスボールはたくさんのトレーニングが可能になりますので、ぜひともどんどんバランスボールの種目にチャレンジしていきましょう。ではありがとうございました。